になりましたので、ただいまより東京大学平野博之先生の最終講義を開催します。本日は、年度末のお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。また YouTube を通して配信を聞いてきてくださっている方もありがとうございます。申し遅れましたが、本日の最終講義の司会を務めさせていただきます、筑波大学の須崎と申します。今日よろしくお願いします。感染対策は十分に取っておりますので、マスクを外しての、進行をさせていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、この講義は、本来であれば2020年3月14日に行う予定で、我々国旗日度を計画しておりましたが、コロナウイルスの感染拡大により延期を余儀なくされ、ました。で、本日、2年延期となってしまいましたが、こうして、この場所で開催することができ、国旗日度を大変、喜んでおります。この開催が実現できたのは、東京大学、理学部2号館の先生方、関係者の皆さんの個人力とご協力のおかげだと考えております。この場を借りてお礼を申し上げます。それでは早速ですが、最終講義に移りたいと思いますが、その前に私の方から、平野先生の略歴を紹介させていただきます。平野博之先生は、1954年、12月に、千葉県富津郡富津町、現在の富津市のに、お生まれになりました。でその後、千葉県立木更津高校を卒業されて、1974年4月に、東北大学理学部生物学科に、入学されています。で卒業研究では、動物の研究を、携わっておられたようなんですが、事情があり、植物科学へと転向されています。その後、1978年4月、名古屋大学の農学研究科生化学制御専攻へと進学されて、クロレラの反復 DNA に関する研究で、学位を取得されました。その後、ポスドクとして、東京大学医学部遺伝子研究室によって研究に従事されて、当時のボスは、米田義文先生になります。その後、1988年12月に国立遺伝学研究所の助手に採用され、そこから、稲の研究がスタートとなりました。その後、1996年5月に東京大学大学院農学生理化学研究科助教授として着任されて、その後、2004年4月に、東京大学大学院理学研究科、ここの生物科学、当時生物科学専攻のあですね、教授として、弥生から本郷へと移動されました。その後、稲の発生遺伝学の研究を、展開されて、ご功績の数々は、皆さんすでにご存じのことかと思います。2019年9月に日本遺伝学会木原賞を受賞されております。で2020年3月に定年退職をされて、2020年9月、9月に東京大学名誉教授となりました。現在は、明治大学大学院農学研究科において非常勤講師客員研究員として、活動されながら、サイエンスライターを目指して、執筆活動中と伺っております。それでは、略歴紹介は、
上となります。では早速ですが、平野先生に最終講義をお願いできますでしょうか。タイトルは植物の形作りに魅せられてです。準備ができましたらどうぞよろしくお願いします。はい、須崎さん、どうもご紹介ありがとうございます。さすがオンラインの発信ということで、今私の手元に、スラックで音が小さいっていうふうに連絡があってるんですけど、おばさんよろしくお願いします。皆さん年度末のお忙しい時に会場に集まっていただきありがとうございます。それからオンラインでご覧の皆さん、本当にありがとうございます。一方向になってしまいますけれども、よろしくお願いします。佐々木さんの紹介にあったように、本来この最終講義は2年前の3月14日にやる予定でした。でも迫り来るコロナ、新型コロナ、そして感染の拡大ということで断念せざるを得ませんでした。この最終講義にあたって先輩、退職を先にされた先輩方の最終講義を聞かせてもらうと、ついにこの日が来たかというのが第一声の人は結構いるんですけども、私にとってはやっとこの日が来たかという感じがします。ということで、今日はお話を最終2年前に、やられてたお話をさせていただきます。でタイトルは植物の形作りに魅せられてというタイトルで お話しさせていきますが、形作りの研究を始めたのは助教授になってから40ちょっと過ぎてからですので、最初のうちはちょっと形作りは入っていません。でまず、時間越して謝辞が言えなくなると大変なので、最初にまず謝辞 お礼から申し上げたいと思います。ここに掲げた皆さんは、私が所属した研究室に、一緒に研究指導していただいた先生方、あるいは、一緒に研究した仲間です。これらの方々のおかげで、いろいろな研究できましたし、無事退職を、の日を迎えることができました。どうもありがとうございました。それからこれは研究所の共同研究をやった方々です。この方々も非常にお世話になりましたけど、一人一人、名前は申し上げられない、残念ですけども、御礼を申し上げます。でさらにこれ、研究資金、研究やって受けたの研究資金を、代表的なものをまとめさせてもらいましたけれども、科研費とか世間センターなどでいろいろ研究費を、お世話になってなりました。代表の先生方に御礼を申し上げたいと思います。特にですね、科研費の方の重点領域、特定領域および新学術領域、ここでは本当に日本の植物科学研究のトップを走っている方々と一緒に、同じ場で、いろいろ勉強させていただきました。で この、研究があったおかげで私いろんなことを勉強しましたし、我々の研究の、チアに行くとなっていると思います。これらを、指導していただいた代表の先生方および、班員の皆様に心より御礼を申し上げます。それから私のわがままを聞いていただいて、2年後になってもこういう、素晴らしい会を、開いてくれた発起人の皆様にお礼を申し上げたいと思います。でまず、私は、こういったところで研究してきました。東北大学を卒業し、長野大学に大学に入り、ポストドクでは東大の遺伝子検査、そして助手助教授教授というこういうところで過ごしてきましたけども、これを地図に落としますと、落としてみます。で生まれたのはこの富津市という千葉県の東京湾側の、中央部にあると地方都市です。でここから東北大に行って、名古屋に行って、東大に行って、遺伝系に行って、また東大に戻って、だんだんこう振れ幅がちっちゃくなってくるんですね。でちっちゃくなってくると、じゃあ次どこか、ここ助教授になりましたので、次どこからって、この真ん中辺かなと思って、この真ん中辺、横浜あたりだとすると理研の植物センターか木原生物学研究所で、木原生物学研究所っていうのは非常に僕にとってよく合っているので、この辺に行けたらいいかなと思ってたんですけども、幸いにして、
理学部の方に応募したら採用していただいて、まあ、通り、言葉通りを一つ通った隣のキャンパスで、16年間を過ごすことができました。本当に理工科の皆様お世話になりました。で、まず研究に入る前にちょっと簡単に生い立ちからお話ししますけれども、千葉県君津郡の富津町というところに生まれています。で、まあ、この中に3つの地区があるんですけども、そのうち青堀地区というところで青堀小学校、青堀中学校というところで、児童生徒という時代を過ごしました。で、この間9年間なんですけども、ここを、隣接していて、しかも、他からの、移動はほとんど少なく、小学校から中学校で全員持ち上がりなんですね。なんで非常に狭い空間で、しかも狭い、付き合いの中で、9年間を過ごしました。で、ほぼ1学年100人ぐらいなんですけども、まあ、こういう人たちと濃密、まあ、言ってみれば濃密な、子ども生活を行いました。で、これが青堀小学校なんですけども、木造平屋建てです。で、実にですね、千葉県っていうのはなんか保守王国で、産業にばかり金をつぎ込んで、教育にあまり予算を使ってこなかったんじゃないかと思うんですけども、私がいた9年間、小学校、中学校ともに、体育館はありませんでした。そういう環境で育っています。で、暖房というのはね、石炭の、まあ、コークスという火力の強いものを使うんですけれども、コークスを使って、でこれをコークスに火を起こすのは、紙に火をつけて、次に薪を火をつけて、その次にやっと、コークスに火がつく。そうするとやっと暖かくなっているのがさ10時過ぎぐらいなんですね。で、1時間目2時間目っていうのは本当に寒い中で過ごしたという記憶があります。それから、これがそれぞれが昇降口と言われる入り口で、2つ の教室ので1つの昇降口を使ってるんですが、この両側には足洗い場っていうのがあったんです。だから僕のちょっと前までは素足で結構登校していたという話も聞いています。でも私自身も、足洗い場で足を洗った記憶がたくさんありますので、多分校庭で素足で遊んでたんじゃないかなと思っています。まあ、そういう田舎で育ちました。で、ただ素足で遊んでたのはかなり高学年になったからで、小学校1年生2年生の時にはラクダに危機があった。というのは、私小児喘息という病気で、幼稚園ぐらいからほとんど登校できなかったんですね。で、幼稚園の時はチューリップとかひまわりとか、ああいう登校すると登園するとシールを貼ってもらえるんだけど、それがなくて、それをが集めるのが集められないが悔しくなくてしょうがなかった、そういう思いがあります。まあ、幼稚園はいいんですけども、小学校に行くと出席が日数が足りないんで、進学させていいかどうかというのが職員会議で議題になったそうです。で、母とも、交えて話し合って、まあでもひろゆき君は進学してもなんとかついていけるんじゃないかというのが担任の先生の判断で、そのおかげで落第って、小学校で落第という覚えを傷に、進学することができました。徐々に健康になってきたんですけれども、それでも、秋が喘息が一番ひどくなるんですね。いろんな枯れ草とかそういうものが出てきて、なので秋に運動会があったおかげで、運動会に出たのは小学校の5年生の1回っきりという、そういう、悔しい思いをしていました。まあ、それでも徐々に健康になってきて、中学校になると、まあ、ほぼ、あまり休まずに登校できるようになりました。で、この時に素晴らしい先生に出会って、それが稲葉照子先生という先生です。まだ大学を卒業して間もなかった頃なんですけども、当時の青春ドラマの熱血先生を絵に描いているの先生で、この先生のおかげで、僕はなんかすごく元気づけられたという覚えがあります。まあ、僕は当時の英雄というのは喧嘩が強いかスポーツができるかなんですね、田舎なので。でそうするとやっぱり僕らみたいな裏なりで、本が好きで部屋に閉じこもっているのは全然こう評価されないんですけども、稲葉先生は自分の好きなことをどんどん伸ばしなさいっていうことを言ってくれて、非常に嬉しかった思いがあります。それと、まあ、中学時代、今もビデオ見てくれている友達もいますけども、素晴らしい友達とに恵まれました。まあ、その中で木更津高校へ、千葉県の木更津高校に進学します。で、ここでも、まあ、高校時代というのは、まあ、ちょっと受験というのがあって、あまりいい思い出ないんですけども、やっぱり、得難いものが得たとすれば友達ですね。
で特に高校時代の友達というのは大人になって40過ぎてから結構よく付き合うようになっていて、特に今私は退職して実家を建て直して新しい家を作って、まあ、そこで分泌活動をしようと思ってるんですけども、まあ、その高校時代の友人の竹内俊一君が非常に親身になってその家の建設に協力してくれました。渋谷で一級建築して渋谷事務所を持ってるんですけども、こんな田舎まではしょっちゅう来てくれて、お世話になりました。本当にありがたいと思ってます。で、まあ、前詞はこのくらいにして、まあ、一つ最後に好み、私の好みなんですけども、巨人大砲卵焼きってこれ語呂がいいんですけども、別にこれは私の好きなものじゃなくて昭和40年代の子供の好きなものなんです。で、これに合わせて僕が高校時代嫌いだったものなんですけども、これは巨人東大自民党で、僕は強いものっていうのが嫌いなんですよ。で、あと権威が嫌いで、で東大っていうのはどうも権威の象徴みたいな気がありました。で、しかもですね、僕は中学校3年生の時に安田工房っていうのがあって、で安田工房が選挙してた学生が逮捕されて排除されてて、見てみると東大生がその中でごくわずかしていなかった。で外部の人に、そんなことをされていて黙っている学生なんて一体どういう人たちなんだろうと、こんな人とは同じ友達になれないんじゃないかなって、東大生と友達になれないんじゃないかなって、まあ、そんな生意気なことを考えていました。でも後でいろいろ本とかを読んでみると一生懸命対応してた人たちもいるみたいですし、まあ、現在はもちろん、特に理学部に来てから非常に、楽しい生活をしていただきますので、東大は本当に大好きになっております。で今嫌いなものを3つ何かあげよっていうふうに言われたらば、プーチン、原発、新型コロナということになると思います。で、まあ、そういうことで東大には行かずに東北大学に入ったんですけども、東北大学に入ってこれ、4年生の時の非常に印象に残っている写真です。で1970年これ4年生の時にたまたま仙台で日本生物物理学会がありました。すいません、マスクを外させてもらいます。で、でこの時 の, メインのシンポジウムの演者3人です。この3人、まあ、皆さんご存知の方は多いと思いますけども、江橋先生、大沢先生、殿村先生で、筋肉研究の御三家というふうに言われた方々で、日本の筋肉研究は世界のトップだったんで、まあ、世界を牽引していた、研究者です。トロポリン、カルシウムが伝達物質であるということを発見した、江橋先生とか生物物理の大沢先生とか、まあ、違う分野で世界のを牽引していた方々です。でこれを4年生の時に聞く機会があったんですね、シンポジウム。でこれが初めて活字以外で最初にサイエンスに触れた機会だと言ってもいいんじゃないかなというふうに思っています。でここでは、まあお話、先生方のお話 の, 半分も理解できなかったんですけども、まあ、サイエンスっていうことに対する、憧憬といいますか憧れっていうのが生まれてきました。特に生物学物理学会って非常に活発な学会で、若い大学院生たちがズバズバとこういう大先生に質問するんですね。でそういうところを見てやっぱりなんか研究者になりたいなというふうに思いました。でなぜこういうシンポジウムに出たかっていうと、実は僕は4年生の時動物生理学研究室というところに所属していました。で、テーマはマボヤ体壁菌の菌収縮メカニズムということです。まあ、ですのでああいうシンポジウムに出てったわけですね。でこれマボヤで、まあ、寺島さんなんかはつまみの方がファフィリティあると思うんですけども、これ平滑菌です。で形態学的にはで当時黄門菌っていうの菌収縮の制御っていうのはよく分かっていた、タンパク質も導電されて分かっていたんですけども、平滑菌に関してはまだまだ十分研究されてなかった時代です。でマボヤの体壁菌は平滑菌なんで、平滑菌のモデル系として研究するんで、お前はこれをやれというふうに言われたわけですね。で、指導教員小西和彦先生という方です。で、黄門菌ではカルシウムによって筋肉が収縮する制御されるというのはがもちろん知られてました。もうほぼ、確立していた、江林先生の業績で確立されてたんで、平滑菌ではどうかというテーマを与えられました。でただ、マボヤのミオシン
まあ、美容師が ATP 素を持っててその酵素活性を測るのっていうことが筋収縮しているかどうかを見る正確的には見極めになるわけです。でところが孫屋の苗神っていうのは先輩が生成してたんですけどあんまりうまくいってなかった。でそれで先生のアイディアで、再構成したからどうかって言われたんですね。でホヤ のカルシウム感受性はアクチンフィラメント側のトロポニンにありますのでホヤ のアクチンフィラメント と、そのこちら側 の, そのカルシウム感受性をなくした、アクトミオシンと混ぜてそれでカルシウムの感受性を調べてみたらどうかと、まあ、これ先生のアイデアです。でそれでやってみました。もう、結構、3年生まではほとんど大学に行かず遊んでたんですけど研究室に配属されてからは結構真面目にやったんですけどもやっぱりなかなかうまくいかなくて、最後にでもこういうデータが出ました。これ当時のグラフ用紙そのままです。2月の9日ですので、本当にギリギリですね。でその時に、やったのは、まあ、コントロール、脱観察したウサギの苗神だけだったらカルシウム感受性はなくて活性も低いんですけども、ホヤのクルドアクチントロポニンと思われるものも含むようなクルドアクチンを入れると、まあ、こういうようにカルシウム感受性が出てきたというデータが出てきました。でやっぱり一度でこれはやっぱり自分としてはすごい感動して嬉しかったわけですね。数ヶ月のことが報われてで一度こういう感動を味わったおかげでなんかこの世界から足を抜けなくなったじゃないかなという気もします。でまあ、これから話する大学の時なんか非常に苦しい時代ドクターを取るのに非常に遅れたりして苦しい時代ありましたけどもやはりもう一度この感動を味わいたいというのがありました。でこれがやっぱり僕の研究の原点になってきます。まあ、もちろんこれ自身全然、論文にもなってませんし学会でも発表してません。まあ、先輩のどっかのデータに入っている程度だと思うんですけどもまあ、これが私の研究の原点ということになります。ただこのまま動物の生理学を続けることはしませんでした。それなぜならば、まあ、ホヤだったらいいんですけども、やっぱりウサギからいろんなものを抽出したりなんかしなきゃいけない、血を見るのが嫌なんですね。とやっぱりもうちょっと、生物学の中心的な課題の研究をしたいということで、分子生物学をやりたいなと。ただほとんどが単細胞 の原生生物の細菌、大腸菌が主だったわけですね。でももうそろそろそのユーカリオートが多細胞生物ができるんじゃないかということもあって、植物への分子生物学をやりたいなと思っていました。ただ当時植物の分子生物学をやってるところはないんですけれども名古屋大学の農学部にでは植物生化学の優れた研究室がいくつか存在して、まあ、生理学ではなくて生化学レベルで研究しているところがあったんで、ここに行くことに決めました。特に生化学制御専攻というのが新しく設立されました。で僕は第一期生です。で後輩ではこういう、後で、生涯の友人となったりあるいは研究を協力してくれたりする、人も現れてきています。で名古屋大学どういう先生がいたかっていうと今崎先生それから赤澤先生ですね。これは私の所属の岩村達一ですですけども、まあ、こういう先生方が、まあ、植物生化学の、まあ、トップランナーとして日本の性格を牽引していた方です。で性格制御専攻というのはこう農芸科学からスピンアウトした専攻なんですけども、まあ、瓜谷先生とか朝日先生とか数年後には中村健三先生が助教授でいらっしゃいました。まあ、こういうふうに植物関係の方はが見ればおおと思うような先生が揃っていた。でしかももっとすごいのは助手の方々なんですね。これ僕は入った時の助手の方々で坂さんはちょっと数年前に出ちゃったばっかりなんですけども、植物の都大理学部で植物の生態系の学の研究室の教授をされていた渡辺先生在職中に亡くなってしまいましたけども規制研の西村先生とか東大農学部の平井先生佐賀先生、まあ、こういう方が助手でいたんですね。でなのでこのアクティビティの高さっていうのを知るべしだというふうに思います。ただ私自身はそんなにいい研究はできませんでした。でドクター論文の研究テーマっていうのはクロレラの反復 DNA に関する研究で、まあ、当時組み換え DNA をやってるのは本庄先生と も日本でも 数研究室ぐらいですし塩基配列の決定なのかっていうのはまだほとんど遠い時代でした。
でただ、骨頭解析っていう方法で真核生物にはゲノム内で反復している配列があるということが、知られていて、で、まあ、この、今ではジャンクっていうふうに言われてるんですけども、まあ、何かの役割をしてるんじゃないかと。でそれを、単細胞の緑素のクロレで、見つけろというふうに言われて、まあ、骨頭解析、これが、まあ、一つのデータですけども、まあ、詳しいことを言いますと、ここの、核分というのが反復配列に相当するわけです。で初めて、藻類で反復配列があるということを見つけました。ただ、これから先生と教授指導教員との意見が合わなくなってきて、この骨頭解析でいろんなことをやれっていうふうに言われたんですけども、例えばセルサイクルでどういうふうに変動するとか、ただ骨頭解析では非常に分解度が低いんですね。でどんなに良くても 5% であるっていうことがいろんな論文に書かれている。でそこの中でそのセルサイクルの変動なんて絶対無理だと思うんですけども、 腕を磨けば何となるって、それを3年間聞かされました。でも努力したけどやっぱり当然それはできませんでした。そのうちに助手で D3 の頃から助手で武田豊さんって東大の植物の 出身で、外国で大腸菌の分子生物学をやった人が助手で来ました。で武田さんが来て、僕と教授との間に入ってくれて、くれました。で一番良かったのは武田さんがこのモレキュラークローニングというプロトコルの方を持ってきてくれたんですね。でこれ非常によく書かれた本で、もうすぐその通りにやれば実験ができるっていうようなものです。でこれに基づいて武田さんには大腸菌の扱い方とかファージの扱い方を教わりましたけども、基本的に独学でリコンビナント DNA テクノロジーを習得していって、まあ、こういう反復配列のいくつかをクローニングして、プラントモレキュラーバイオロジー、まあ、プラントセルとかプラントジャーナルのない時代に、まあ、一番いいと思われるところに出すことができました。で、まあ、これでやっと、ドクターを取れたんですけども、ドクターを取ったのはもうかなり後になってからになります。で、まあ、そういうことで、やっとドクターを取って、海外に行くと、誰もにもまだ名前知られてないんで、もう帰ってこれないんじゃないかと思って、日本でポストドク先を探して、武田さんの紹介で東京大学の遺伝子実験施設というところに行きました。で遺伝子実験施設っていうのは、植物学教室 の遺伝学の教授をしたい E の先生が、この先生は非常に偉い先生で、まあ、独創性の研究もされてましたけども、日本で組み換え DNA の実験指針なんかを作った先生なんですね。でその先生が東大のこれ当時は全学の施設だったけど、遺伝子実験施設を作って、それで植物を始めるからということで、大腸の菌を研究していた小宮田先生を呼び戻して、講師として若い講師として採用して、植物のグループを作り始めます。で小宮田先生はもともとその大腸菌の遺伝学者なんで、単にクローニングしてシーケンスして発現を見るぐらいでは全然物足りなくて、やっぱり生命の本質に探るにはやっぱり遺伝学がどうしても必要だということで、そういう材料を探し、で探したのが白いナザですね。でこれが非常にいけるんじゃないかということで、1ヶ月か2ヶ月ぐらいアメリカをいろんな研究室を訪問していろいろ勉強してきて、これを日本に導入しました。まあ、まあ白いナザを導入した、まあ、先駆者と言っていいと思うんですけども、彼が小宮田先生がこの研究を始めたばかりの頃に私は、ここに入ってきました。でやったことはただ白いナザはまだ確立してなくて、まあ、朝顔、ごめんなさい、もう一つ のテーマの一つで朝顔からトランスポゾンを単位するということを、テーマとして選びました。で、まあ、朝顔フリーがあるんでトランスポゾンがあるだろうと。で、トランスポゾンが手に入ればいろんな、遺伝子を単位したりあるいは導入したりするのにいろいろ役に立つということで、まあ、トランスポゾンをまず研究しようというのが小宮田先生のお考え で僕は、まあ、名古屋でやってきた時 の特技を生かして構造的なこと、早くリアニールスの中にトランスポゾンの構造的特徴であるターミナルインバーテッドリピートがあるだろうというふうに考えて、こういう形から、構造的な面から、トランスポゾンを単位しようと考えたわけです。まあ、結構無謀だっていうふうに言われた人もあるんですけども、実際にクローニングしてきて、シークエンスしてみると金魚層のトランスポゾンのタム3という有名なトランスポゾンなんですが、それと結構よく似ているような、DNA 断片が取れてきました。ということで、まあ、こういう方法を編み出したということで、論文を書いて、でいくつか荒木さんとか、塚谷さんとかも協調があるんですけども、まあ、それでなんとか論文を食べていきました。
でこの時のメンバーがちょっと紹介してますけど、助手の内藤さんですね。それからこれ、京都大学の教授になっている荒木さん、まあ、これからちょっとさん こういう写真を見るとさん付けが言いにくいんで荒木くんです。ちょうど当時 M1 でした。で遺伝子実験説はできたんだけども、理学部長岡間が立つのが遅れているために1年間、理学部2号館に居候していました。でこれやっと7号館ができて引っ越しをした直後で、まあ、ほっとして非常に嬉しい時期ですね。でこの窓の下にはこの御殿下グランドが工事中であるという時になった、こういう時代です。でこの時の米田研のメンバーなんですけれども、これ1年後なんで荒木さんは D1 になっていて、M2 で高橋拓君、それから M1 で塚谷君が入ってきた時期です。で、まあ、これら3人とも、日本の今の植物科学の中心メンバーの、人たちですけれども、まあ、これ以外に、内藤さんが共同研究をしていた農学部の藤原徹君とか、あるいは平井由美さん、当時横田由美さんでしたけれども、なんか出入りしていて非常に優秀な人が集まっていた密度の高い研究グループでした。まあ、こういうところでおかげで非常に私自身も刺激を受けましたし、負けてらんないという感じで一生懸命研究し勉強した記憶があります。まあ、今では考えられないかもしれないけど、荒木君と塚谷君ですね、これはその1年後、僕はもう就職した後ですけども研究室旅行に一時出てもらったと。で、まあ、この時代就職できるかどうかという不安はすごいあるんですけども、やっぱり研究と大学生活を最も楽しめた時代ではないかなと思います。研究費の心配する必要はありませんし、何の義務もないので一番やっぱり楽しかった時代です。で、そのうちに国立結構いろいろ応募したんですけども、なかなか就職できなくてもう非常に、落ち込んでいた時期もありますけども、3年目の秋頃に、応募した遺伝研で、公募があって、それに採用されました。で国立遺伝学研究所に移ることができます。でその時 のボス、僕を採用されてきたボスが佐野先生です。で佐野先生は育種学という農学系の出身なんですけども、非常にユニークな発想で稲を使った遺伝学を行っていました。で自分の遺伝学を、まあ、なんか分子レベルに乗っけてくれる人が欲しいという募集で僕が採用されたんですけども、まあ、この時から稲の研究、私の稲の研究が始まりましたし、佐野先生は米田先生に続くもう一人の遺伝学の師ということです。まあ、このお二人からいろいろ遺伝学の考え方ということを学ばせていただきました。で何を研究したのかっていうと、まあ、お米の品質の研究なんです。最初でどうやって遺伝子につながっていくから、これからお話ししますけれども、まあ、うるち米ともち米、まあ、2つの大きな種類のものがあって、まあ、これらの 特徴によっていろいろ豊かな食品が、米食品が我々は手に入れることができるわけですね。でその他に、まあ、インディカ米なんてがあって、インディカ米はパサパサで水分とか味を染み込みやすいので、まあ、ピラフとかカレーには非常に良くなっている、まあ、こういう利点はあるんですけども、インディカではお寿司は逃げれないわけですね。でこういういろんな特質がある中で、じゃあこの、米の品質を決めているっていうことはどういうふうに決まっているのか、まあ、私が研究を始める前までに、分かっていたことをまとめますと、まあ、うるち米は適度なレベルにかかって、もち米は強い。でこの理由っていうのはですね、でんぷん中に含まれるアミロースの含量で決まってきます。で適度に粘り気というのはこのくらいのアミロースの含量で、もち米は全くゼロ、あとは全部 100% アミロペクチンというでんぷんになります。で一方インディカの場合は、まあ、この程度 1.5 倍程度の含量のアミロースがあります。でこの品質のもち米というのは、実はワキシー遺伝子っていうのがこのアミロース合成を制御している遺伝子です。まあ後で分かったのは、そのアミロース合成、まあ僕が研究する前ですけど、アミロース合成を触媒する酵素を行動しているというのが、まあ、他の、トウモロシカなんかで分かってきました。でもち米はミュータントなんですけれども、ジャポニカとインディカは機能的なんですね。じゃあこの機能的でどこが違うことによってこういうアミロスの含量が違ってくるのかというのをまず調べてみます。で
惑星遺伝子のタンパク質、惑星タンパク質、まあ、つまりアミノ酸合成酵素を生成して抗体を作って、ウェスタンブロットをやりますと、もち米はバンドベイナー完全なるミュータントであるのでして、ウルチ米はこの程度の発現していて、インディカの場合は5倍から10倍の発現量があります。で、一方このルヒフゴンというのは、これジャポニカとインディカの祖先野生犬なんですけども、これもまあインディカと同じくらいの量がある。で、まあ、これらの、系統だけじゃなくて、さまざまないろんなミュータントとか、ウィークなミュータントですねとか、いろんな栽培条件なんかを変えて、ワクチンタンパクとそれから、アミノ酸含量を示してみると、こういう関係になってきます。で、まあ、大体、ワクチンタンパクが2倍になるくらいまでは、まあ、アミロースの含量との直線関係がある。まあ、それ以上になってしまうと、でんぷんですので量が多くなって、空間的なことが、制約があって、それ以上増えたんじゃないかと思いますけども、まあ、ある程度低い領域では、ワクチンタンパク質の量に応じて、アミロース含量が増えていくということが分かってきました。で、じゃあこれは遺伝子レベルでそのタンパク質の変動、発現量の違いというのは遺伝子レベルでどうなっているかということで、ワクチン遺伝子をクローニングしていきます。で、ワクチン遺伝子、まあ、当時結構大変だったんですけど、自分でライブラリを作ったりなんかしなきゃいけなくて、ではクローニングをしてきて発現量を調べてみますと、やっぱりこう、ジャポニカとインディカでこれだけの差があるわけですね。つまり転写制御で行われているらしいと。それとこの、発現量の差を、決めている、因子は何かということを、多分まあ普通に考えたらプロモーター領域だから、ルヒポンゴンとインディカは変わらなくて、ジャポニカはこう、減ってるんで、これはたかだか1万年ぐらいなんですね、栽培がっていうのなんで、そこにたくさんのミューテーションが起こることは起こりにくいので、なんかエンハンサー的なものが抜けてしまったんじゃないかなというふうに考える。で、そういう作業仮説で、いろいろ上流域を、調べてみたり、まあ、数キロはシーケンスしてみたり、全然差がないんです。で、これは困ったということで、結構困って、一時お手上げになって、他のワクチンの他のテーマでやったこともあるんですけども、で、はたと思いついた、まあ、これだけじゃなくていくつかあって、ここのバンドの上の方に薄いバンドがあるんですね。で、これオーバーエクスポーズしてみると、こういうふうに確かにバンドらしいものがある、なんかインターメディエートがあるらしいとすると、まあ、あるらしいということが分かります。で、よくよく調べてみると、ここの、ワクチンの上流域 数百ベースあるんですけども、千数百ベースあるんですけども、かなり長いんですね。で、この中にイントロンがあるんじゃないかというふうに考えられました。で、もともとこのプロモーター領域とレポーター遺伝子をつなげて、インディカとジャポニカの差を見ていたんだけど、それは全然差がなかったんです。ところがこのイントロン領域を植えたら、全部この長い UTR を入れると、差が、これトランジエントアッセイですけど、差が出てくるようになりました。で、まあ、これでじゃあどこか差があるのかということを調べてみたんですけども、このプロモーター領域にはなくて、この領域ですね、この領域を入れ替えただけ、100数十ベースです。入れ替えて、で、アミノ酸の引き継ぎとしてはこの差しかありません。で、調べてみると、この、活性が逆転するんです。つまり、インディカの場合はここのシーケンスが GT、 多分イントロンの始まり GT で始まって AG で終わるという規則があります。で、この GT が TT に置き換わるだけで、完全にこの活性が変わってくる。つまりイントロンのスプライシングサイト、たった1個のアミノ酸塩基の置換がインディカとジャポニカの違いを決めているというふうに考えられたわけです。で、実際にこの領域ちょっと短くしてやっても活性は低いんですけども、 AG を取ってしまって、これをイントロンとして認識されないようにすると上がってくるんです。なので、多分スプライシングがうまくいかなくて前駆体が溜まっている。で、それが立足になって、ジャポニカでは発現量が結果として間違わな RNA が少ないんじゃないかというふうに考えている。で、これ進化的にちょっと考えてみると、ルヒフォゴンからインディカとジャポニカが進化してきます。で、ルヒフォン野生犬もインディカもほとんど、1万年前と変わらなかった。で、ジャポニカだけこの GT の部分が TT に置き換わって、たった1個の塩基置換が起きて、
まあ、これが原因で、スプライシングの効率が悪くなり、その結果、マチュアなメッセンジャー RNA のレベルが低くなって、アミロース含量が、まあ、中間ぐらいになったんじゃないかというふうに考えています。で、まあ、この、ここの TT のスニップというのは、ジャポニカが他の稲と違う一つの特徴のスニップの一つとして、まあ、今全体で認めてられてますし、多分まあ、我々中国でスティッキーなやや粘り気の強いものを好んでいる人たちが、まあ、この、T という一個のスニップを選んできたんじゃないかなというふうに考えて、それがまあ我々日本に伝来して、日本のうるち米、おいしいお米が我々が食べられるようになったんじゃないかというふうに考えています。で、まあ、こういうアレルの違いをやりましたけれども、まあ、温度反応性なんていうものをやりました。冷夏に、例外まではいかなくても、ある程度夏の温度が低いと、米の品質が低下してまずくなってしまうという現象があります。で、それはアミロース含量が上がるっていうふうに言われたんですけども、実際に調べてみると、ワクシー遺伝子が弱低温、まあ、実験的には18ぐらいの弱低温で発現上昇するということがあって、まあ、その品質の低下っていうのはワクシー遺伝子の、発現上昇であるということが分かってきました。まあ、こういう研究をしていったわけです。で、遺伝研には7年半いましたけれども、7年と数ヶ月した頃ですね、東京大学の農学部農学生命研究科の育種学研究室の教授の永田康夫先生から突然メールが入っていて、永田先生は佐野先生のお友達だったんですね。で、佐野先生も僕がこの時期6年ぐらいで北大の教授に転出してしまって、僕一人しかいなかったんですけども、なんで、メール来たんだろうと思って、でしかもですね、三島駅のすぐ近くの喫茶店に一時にいるから出てこいというふうにあって、一体何なんだろうと思って、行きました。なんで遺伝研に来てくれないんだろうと思ったんですけども、でわざわざなぜ教授が三島に来るんだろうと思いましたけども、行ってみて、喫茶店に入るとまず口頭一番言われたのは、この中に遺伝研関係者はいないかって、いませんって言って、じゃあちょっと話をするって、永田先生は教授になったばっかりだったんですけども、うちの、助教授が空いてることは知っていると思うと。でも、まあ、選考委員会を開いて、それぞれの選考委員がいろんな人 の,、の人の候補者と、それから業績を持ち寄って、人選を進めたんだけども、最終的に君が最終候補者に なりましたと。で、断る気はあるかというふうに言われました。でも断る気はあるかと、結構高ピーで来るなと思ったんですけども、まあ、いえ断る気はありませんと、まあ、本当はお願いしますと言えばよかったんですけども、私もちょっと突っ張って断る理由は見つかりませんと言ったら、じゃあおいでというふうに言われて、農学部に移動することになりました。もうちょっとちゃんと低姿勢で言えばよかったんですけども、はい、まあ、ただこの時に声かけていただいたのは非常に感謝をしております。で、東大に移ったんですけども、東大 で、携帯計算の研究を始めました。ただちょっと一個だけ携帯計算に入る前にお話ししていきたいことがあって、それは一つアクティブな活性のあるトランスポートの発見というのを農学部に移ってからやったんですけども、それについてちょっとお話したいと思います。すいません、ちょっと懐かしい人にいろいろあって大声で喋ってたら喉が枯れてしまって。で、これワクシー遺伝子、まあ、こういうたくさんのイントロンとエクソンからなることをしてるんですけども、まあ、理由はちょっと経緯ちょっと置いておきますけど、この中でアクティブなトランスポゾンを見つけました。これ菊池君が卒業して、寄生系の和田先生のところに行って、やっていた研究の中からは変なことが起こって、僕には全然理解ができない、でちょっと見てもらえませんかっていうふうに言われた。で、じゃあそのデータ全部よこして送ってくれって言われて、シーケンスもしてみたらっていうふうに言って、で見てみたらですね、まさにトランスポゾンが惑星遺伝子の中に入っているということが分かってきました。で、ターゲットタイツとデュプリケーションがありますし、インバーテッドリピートから、まさにトランスポゾンの形をしている。で、430ベースペアだったら非常に短いわけですね。で、彼薬培養をやってホモロカサリコンビネーションの毛を立ち上げるということで和田先生のことをやっていて、その中で出てきて、薬培養した中からこういうことが起こったって言ったんで、じゃあ薬培養をしている中でトランスポゾンが抜けるのを調べるのが簡単なんで、それをやってごらんって言いました。
でそうすると役場業で活性化して抜けるってことが分かった。それからサザンを使ってやると、どっかに新しく入るってことも分かってきました。で当時、稲ではトランスポゾンって DNA 型のトランスポゾンっていうのはアクティブなものはなかったんで、非常にこれで我々自身が活性化されたわけですね。でこれ非常に短いんでトランスポゼッションコードする余裕がありませんから、オートノーマスがあるはずだということで、徐々に蓄積しつつ稲毛でも調べてみて、オートノーマスがあることを見出しました。でまあこういうことを、でこれ自身も、抜けるし新しいところに入っていくということで、非常にアクティブなトランスポゾンを見つけることができて、これは私は唯一のネイチャーなんですけども、こういう研究をすることができました。で焼き培養で活性化するんで、何か特別なエピジェネティックな制御によって普通は眠っていて、焼き培養でそのエピジェネティックな制御サイレンシングが解除されるんだろうというふうに思いますけども、これ自身まだこれからも面白い方じゃないかなというふうに思っています。で MPIN っていうのを、調べてみると、ジャパニカではこんなにたくさんあるんですね。サザンで調べてみると、ところがルヒピョン祖先種とかインディカではあまり多くないわけです。でそれでまた徐々にゲノムが蓄積しているのを調べたり、あるいは実際に基地にサザンやってもらったりしてみると、ジャポニカでのみピンがあって、オートノーマスエレメントあるんですね。から、インディカとフリップコンにそのピンがないっていうことが分かっている。つまりもともとどっかのルフィコンの祖先集団にはピンがあって、どんどんと塩ピンが蓄積していく、その過程でジャポニカが細胞化されていった。で今もピンがあるので、ジャポニカの中ではその蓄積が起こってるだろうと。一方で ほとんどのルヒポゴンとか、そこから派生してきた、インディカというのはピンがないために、塩ピンが蓄積しなかったんだろうというふうに考えて、ピンをもとにして塩ピンピンをもとにして、ゲノム進化みたいなことを、研究しました。でこれは2000年ぐらい、論文が2003年ですので、東大に移ってかなりあっての研究です。でこれからちょっとやっと、発生学研究に入っていきますけども、で発生学、大きく、こういう4つぐらいのテーマをやってきました。で最初に、行ったのが花の発生の研究です。でちょっと専門外の方もいると思うので、ごく簡単に稲の花についてお話ししますけども、中心に雌しべがあって、その外側を幽水が取り囲んでいる、これは白いのだたなんかと一緒です。で、花弁がありません。花びらがなくて、それが鱗皮というものに置き換わっています。でこれがいわゆる花器官になるわけですね。でその外側に外栄内栄、これはもみ殻になる部分ですけども、とあと護栄なんていう小さな器官があります。だからもう一つ、花序、これは花がついている集団を花序というふうに言いますけども、この言います。ですいません、小水、小水っていうのはこの花器官と外栄内栄を含む小水に特異的な器官を含めて全体を小水って言います。で小水がたくさんついたこういう状態をのものを、花序というふうに言うわけです。で当時花の発生っていうのは ABC モデルが1991年に提案されて、で1つあるいは2つのクラスの ABC クラスの遺伝子の組み合わせによって顎下弁、幽髄、神秘が決まるというモデルが提案されて、で90年代の中でそれぞれ のホメオティック遺伝子がクローニングされていて、1つを除いて、まず転写因子をコードしているということが分かってきました。で僕が東大に移ったのは96年で、本格的に始めたのは98年からなんですけども、その当時はまずほとんど単子葉類でも当然稲でも全く分かっていませんでした。でなぜ花の研究をやろうかっていうと、永田先生はこういうミュータントと思ってたんですね。これ完全に神秘が幽髄にホメオティックに転換していますし、こちら逆、その逆に幽髄が神秘へと置き換わっている。でこういうホメオティックミュータントがあって、これをの遺伝子をクローニングして発生のメカニズムを調べていきたいと考えています。で最初これに着目しました。でこれなぜかっていうと、白いナザーではと常に隣り合う2つのウォールに変異が起こるんですけども、 DL っていうこの突然変異体は
神秘だけにしか一つのボールにしか、差が出てこないから、でこれなんかちょっと、少し変わったオリジナリティのあることができるかなと思って、で当然この DL クローニングするっても手がかりはありません。で僕が考えたのはポジショナルクローニングで、この遺伝子を単理しようということです。で当時ポジショナルクローニングというのは白いナザでもまだ数個しか、クローニングされてませんでした。で、まあ、こういうアイデアを言ったところを長戸先生からはそれは学生に出すテーマじゃないって言われますし、同級生 の松岡君、あの植物のトップランナーを走った松岡君からは平野お前は気が確かとかというふうに言われたんですけども、徐々にやっていけば、まあ、なんとかできるんじゃないかと。で、まあ、マスターの間ぐらいはその進歩の過程を示せばマスターは十分取れるだろうというふうに思いました。でこの、まあ、無謀と言われたテーマをですね引き受けてくれたのは今そこに来ている山口君です。で山口君は非常に優秀で非常に馬力があって、まあ、理解力も強いんですけども、彼は、まあ、これ無謀と言われたものをやりますともう一声で引き受けてくれました。でまずポジショナルクローニングやるにはまずマッピングなんですけど、マッピングをしていってこの、変異があるところを詰めていく。でこれ今だったらもう PCR でやるんですけど、これ当時は全部ササンでやるわけです。一個一個の実験がすごい大変です。で、詰まってくると、まあ、ここを手がプローブにしてバッククローンを、取ってくれます。まあこれやっと稲でもバックを作ってくれた人がいて、まあ、その人と共同研究させてもらって、山口君がこれをバックを全部クローン取ってきて、でこういうコンティングを作って。でたまたまこう他の系統で DL がを含めてディレーションであろうというような系統があったので、それによってある程度さらに詰めることができました。でこの中を今度はラムダライブラリーを作って、で、こういうラムダによるもう少し短いコンティングを作るわけです。でそれを一個一個入れていってミュータントに入れていって相互されるかどうかというのを見ていく非常に大変な実験です。でもこれもう山口君のおかげでほぼ2年くらいでこれが奇跡的というか、山口君にとっては奇跡じゃないかもしれないけども、僕にとっては非常に早く済んだなと思うんですけども、非常に彼のおかげで、2年くらいで、遺伝子の顔が見えてきて、で最終的に分かったことは何かっていうと、この DL 遺伝子っていうのは、植物の特異的な転写因子でヤビー転写因子というふうに言われる、遺伝子を、コードしていることが分かりました。でこのヤビーでエドマッタンチンクフィンガー C マッタン付近にヤビードメインベーシックターンヘリックスのヤビードメインというものがあっていて、これは動物じゃない植物に特異的な転写因子です。で当時花のホメオティック遺伝子は全てマッズ転写因子をコードしている一つとでマッズ転写因子をコードしているということが分かっていたので、非常にユニークなタンパク質が稲では花のホメオティック遺伝子であるということが分かってきました。でインスティブで見てみると、神秘が出てくる予定領域で発現し、神秘の発生中にこういうふうに出てき、元気が発生中に出てきました。まあ、花のホメオティック遺伝子の条件を非常に満たす発現パターンのわけですね。で白いナザでは DL のオーソドログ CRC って言いますけども、この変異体では、神秘はちゃんと形成されるわけです。ですので稲ではヤビ遺伝子の一つの DL が神秘分化に重要な働きであるように進化してきたというふうに言えるんじゃないかというふうに考えています。で次の問題はですね、白いナザでは、クラッシーの遺伝子が神秘を決定している、稲で、じゃあどういう役割をしているんだろうかということを考えています。でこれも山口君がやった仕事なんですけども、まあ、海外との共同研究で、C クラスの遺伝子の MADS3 というのがあって、それをのミュータントをもらいました。それから C クラスの遺伝子2つあるということが分かったので、こちらミュータントないんで RNA サイレンスに出ました。でプラントセルの表紙に採用された論文として発表したんですけども、でこの時に C クラス2つの C クラス遺伝子は、機能分化しているというふうな、論文を書いたんです。でところがこれ2006年ですね、2010年にイタリアのグループから OSMADS58 の、ミュータントを単理したけども表現型が出てこないという論文が出てきて、我々の
論文がちょっと批判されるようなことになりました。で非常にこれ喉元に小骨が刺さっているような気があって、でもやることがたくさんあったんで、なかなかこの問題に手をつけられなかったんですけれども、最後の最後になって杉山君が、この問題に取り組んでくれることになりました。で、まず安井さん、後でお話を紹介しますけど、安井さんが、58のミュータントを独自に取りました。でやっぱりそれは表現が出なかったわけですね。でそれを使って、杉山君が、解析をしてくれました。で3とダブルミュータントを作ります。3と58でダブルミュータントを作ると、こういう緑の器官があって、これは神秘であると、いろんな証拠から神秘で あるということを確かめました。 DL も発現しています。でなので、クラッシーが2つなくても神秘はできるということが分かったわけです。で一方で、異なるダブルミュータントを作ってクラッシーだけにします。もしクラッシーが、神秘を作る能力があるんであれば神秘ができるはずなんだけども、神秘は できてきませんということで、3と58、機能分布は正してるんだけど、58がああいうような表現で示さないということに関しては、それはイタリアのグループが正しかったんですけども、その中で、神秘はDL によって決定されてないということを強く言われたんですけども、これに関しては、杉山君がきちんと DL が神秘の決定能力があるということを出してくれました。で、そういうことで、稲の花の発生の独自性っていうことを考えてみると、B クラスの遺伝子はほぼ保存されています。で、異なるのは DL が神秘の決定能力を持っていて、 C クラスの遺伝子が、その決定能力がないということ、これが花の発生に関する我々の、結論になってきます。で杉山君よく頑張ってくれたんですけども、こういうなんか小さな問題を処理するのっていうのを東大理学部のドクター論文としていいのかなっていうのは僕はちょっと思っていて、それでずっとテーマ出さなかったんですけども、杉山君が予備審査会とか審査会で発表すると比較的よくこうきちっとやって、今まで論争になったことを解決したねって、特に厳しい塚谷さんにそういうことを言われて、やっぱりきちっと、サイエンスやってればちゃんと評価してくれるんだなと、さすがに東大の理学部だなというふうに感じました。でこれでやっと私も喉の小骨が取れた思いをして退職することができました。で次、ここにゴエっていうちっちゃな器官があって、これイネ科の中でもこういう器官を持っているものは植物はないんですね。でこれを G1 という遺伝子を元にして、解析してきました。で G1 遺伝子をクローニングしてそれを解析する結果、この G1 っていうのはこのもともと祖先種ではあった外栄が残ってるんですけども、この中間型があるんですけど、これのアイデンティティを抑えることによって誤栄というものを作る、そういうふうに働いているんじゃないかということが明らかになりました。でこれをやってくれたのは吉田明子さんです。でこの際 G1 をクローニングしたコードしている遺伝子がアログドメインという新しい、ドメインを持っていることを発見して、アログっていう、ドメインの名前を付けましたし、アログファミリーっていうのがを、指定しました。で、これ意外といろんな大事な遺伝子が含まれているってことが分かって、最終的に京塚さんのところで奈良本さんが全日国でも、この研究をやって、我々が提唱したいわゆる器官の成長を抑える役割をしているっていう、これが植物一般的であるということを、奈良本さんが示してくれました。でここでちょっと稲の研究の特集っていうことをちょっと休憩をしながらお話をしたいと思うんですけども、稲っていうのは基本的に年1回 のサイクル、ライフサイクルだと思ってもらえばいい。冬にも育てられますが、基本的にそれは世代を促進するとかそれぐらいしかできません。
で、そうすると稲の成長に関して我々の、研究の1年がある、わけですね。で、4月に、最初にプロレスレポートという会をやって、これまで半年あるいは1年間の研究を発表してもらって、今年1年の計画を話をしてもらう、あるいは半年の話をしてもらう。で、それに基づいて田植えを行っていくわけです。ただ田植えをにする前にですね、例えばミュータント、シングルミュータントだとミュータンが出てくるのが4分の1です。で、全部撒いてしまったら場所を取るので、ダブルだったら16分の1になりますから、まあ、ジェノタイピングをしてミュータントと思われるもの、まあ、遺伝子が決まっているものに関してはそれ を 決める、まあ、そうすることにしてやっと初めて田植えができるわけで、サンプリングとか表現型開発とか交配を夏に行います。で、冬には操作電源なんかを使った表現型解析とか、インシデンスハイブリゼーションとかいうそういう物質生物化学研究、まあ、これをこの夏の絶対にやらなきゃいけない間の縫うようにしてやっていく、まあ、こういうふうに期間1年間の中で、やることがほぼ、規定されるっていうのが稲研究 の特徴じゃないかというふうに思っています。まあ、で大変なのは一番夏休みが我々一番仕事的なところで、非常に学生さんたちには申し訳なかったんですけども、平野県に来た人はほとんど学生の間、夏休みがなかったということになります。で、冬はまた同じことを繰り返しますね。次にちょっと今は期間アイデンティティの決定をお話ししたんですけど、今度は期間の形成についてお話をしたいと思います。で、ゲーテが、葉が花期間は葉が変形したものという考えを提唱して、で ABC モデルの研究している中で30変異体を作ると葉になるということか。で、まあ、花びらとか萼とかそういうものが葉っていうのはだんだん分かりやすいんですけども、こういう有水のように棒状と筒状の器官があるもの、これが葉からどうやって形態作られていくんだろうかという疑問があるわけです。で、これを研究したのがトリバー君です。で、この中で、キーとなるのが、表と裏を決定する、仕組みです。で、植物の場合軸に面した側を交軸側、それの逆側を背軸側といいますけども、まあ、交配軸曲線、この決定と有水の形態形成が非常に、密接に関わっているということが分かってきました。で、その前に交配軸曲線の決定ということの基礎的なことをちょっとお話しますけど、金魚草ではファンというミュータントがあって、これ交軸側を決定する因子です。この因子が突然変異を起こすと完全に背軸化されてしまいます。背軸化されるとこういう棒状、葉っぱが棒状になってしまうんですね。で、その理由は何かっていう と、この時にこれを論文を書いたワイテスとハードソンという人たちが非常に優れた考察をしてまして、葉の平面整地をするためには交配軸曲線の確立が必要であると。で、確立して交配軸曲線が確立したこの間が伸長することによって、成長することによって平面的な期間が出るできるんだということを提唱したわけですね。で、この前提に立って、この突然変異体をロルという突然変異体を見てみます。で、このロルという突然変異体はちょっとその前に この薬というのは、4つ薬質があるんですけど、それが糖化ではなくて半薬というのが単位になっているわけです。これ操作電源で見ると、まあ、これが単位だというのが分かると思うんですけども、ロルというミュータントではこの半薬が1個あるいは2つも欠失するような表現になる、完全に棒状になってしまいます。でこのロル変異体の原遺伝子をトリバ君が探偵しました、同定しました。で、その結果分かったことは、SHL というもうすでに基地の遺伝子で、交配軸曲線の制御に関わる、低分子、小分子の RNA をコードしているということがあります。で、これはエティンというこれから出てきますけども遺伝子を負に制御することによって交配軸曲線の制御に関わっている遺伝子です。ということで交配軸曲線に関わる遺伝子の発現を見てみると、これ交軸側のマーカーのパブロス PHB3、 これ背軸側の18 という ATT1 という遺伝子ですけども、ある時になるとそれぞれ交軸側背軸側で働いた
葉の元気と同じように出ていたものが、ある時2つに分かれるんですね。横側に出てきたり上下に出てきたりする。でこれをで光合成極性が再構成するんではないかと、この発現パターンから分かったからです。でこのもとに鳥羽君が考えたのが、反訳っていうことを単位に光配軸共生が新たに形成されて、で配軸側を、背中合わせにして2枚のものが葉っぱが合わさったもの、これが、訳ではないかという考えを提唱したんです。でこのでこれで、ロルフェニ体の発生過程を見てみると、反訳が1個結出するものですと、こういう逆側に本来訳ができるところに全てエティンがの発現があります。で棒状化になるのは全てエティンだと。つまり、ロル遺伝子っていうのはエティンの発現を負に制御している。でそれがなくなってしまったためにエティンがあの発現領域が拡大して、この場合には全面的に、発現する。でそのためによって、配軸化してするんだろうというふうに考えております。で、まあ、あの葉の発生とのアナロジーを見てみると、葉では光配軸極性が確立すると、この境界領域が伸長して平面的な期間が出ます。で実はこういう筒状の一見筒状の薬っていうのも、これをのシステムを着用していて、一旦こう再構成が起こって2つの、光配軸曲線の単位になります。でその単位になって、それぞれのところ のところがの境界領域が部分が伸長することによって、こういう薬質になるところが出てくる。で実際に PRS っていうこの境界領域で発現するような遺伝子を調べてみると、この、薬質ができてくる、あの伸長してくるところで発現してるんですね。ということで非常に巧妙な形で葉の発生形態形成の仕組みを使って、やはり薬ができているということになります。それから下の部分、これ棒状なんですけども、これはある時から完全に配軸化されてしまって、こんなんなんで、ロルミュータントでは下肢の部分全然変化しませんけれども、もともともう配軸化されているから影響がないんだというふうに考えられる。で、薬の裏表はどうかっていうふうに言われたら、まあ、反薬と反薬の間が裏側で、反薬の間のへこんでるところが表側ということになります。で、まあ、これを研究してくれたのが、非常に独創的なモデルを立ててくれたのが鳥羽君で、現在宮城大学で講師をしてますけども、また稲の研究の特殊性っていうことで、鳥羽君の研究を例にちょっと稲の苦労話をしたいと思うんですけども、やっぱこういうミュータントがあったとしても、それを準備しておくのが大事なんですね。で、1999年に、実はこのロリミュータントは1999年に僕が自身が見つけたミュータントです。その間に、後で農学部の高村君とかなんかがこの遺伝を確認してくれて、ちゃんと系統を維持してくれました。そして、マッピングの準備を、まあ、須崎君なんかもちょっとやったんじゃないかと思うんですけども、やって、で鳥羽君が登場したのが、2004年になります。まあ、4年生から来たんですけども、まあ、本格的に研究を始めたのは、この研究を始めたのは2004年です。で彼が NSC に研究してきて、マッピングして遺伝子を同定し、まあ、機能解析、表現型解析、機能解析を行って、先ほどのモデルを出したわけですね。だからこれだけ時間かかってくるわけです。で論文は、ここでということで十数年かかっているということ、まあ、ちょっと長く かかった方の例ですけども、まあ、こういう形であの学生さんたちがうまくバトンをつなぎながらやってくれるくるもらったおかげで、こういう研究ができたということになってきます。まあ、いろいろなこれから出てくる研究もみんなこういう形になっています。で次にちょっと少し1時間半をオーバーするかもしれませんけど、ちょっとすみません。次に2つ目のテーマの幹細胞のお話をしたいと思います。で植物の発生っていうのは、メリシテムというものの機能に、組織の機能に依存しています。でメリシテムは何かっていうと、幹細胞の維持と細胞分化を行う場なわけですね。で地上部のメリシテムっていうのはこういう形をして、ドーム状で長短部分に幹細胞があって、この促成領域でいろんな促成あの器官を作る、葉っぱであれば、あの茎であれば、あの葉を作るということになります。で
のこの、花の目にしてみであればここで細胞運命が決まって、未分化細胞が、花粉の元気細胞への運命がかかって花粉ができてくる。で ここので、この幹細胞がどういうふうに維持してされてこちらに供給するだけの能力があるのか、これが大事なことになってきます。で、花の器官を作るのは花メリシウムですし、葉や茎を作るのは頸腸メリシウムということになります。で、この幹細胞研究のきっかけになったのはコイミュータントで、器官アイデンティは正常なんですけれども花の器官数が増えるというミュータントです。で、フォン1、フォン2って2つの老化差があるんですけれどもダブルにしてもあまり変わらないので、まあ、同じ遺伝的パスウェイで制御されているだろうと思います。でこれを発生過程を遡って、見てみるとこういうふうにメリシテムが非常に大きくなっているんですね。なのでメリシテムが大きくなることによって細胞分化の場が広がる、これが期間数が広くなるためだろうというふうに考える。でそうするとフォン1、フォン2っていうのは幹細胞を制御するというのが本来の仕事であるというふうに考えられます。で佐々木君が4年生から M2 にかけて2つの遺伝子をクローニングしてくれました。1つはフォン1という遺伝子はこういう LR 型のリセプターカイネスをコードしていて、フォン2というのはクレドメンを持っている小さなペプチドをコードしている。でこれはシロイナザの幹細胞制御の負の制御系であるクラバータ1とクラバータ3の非常に近いものであるということが分かりました。で、フォン1ミュータントの中で、幹細胞マーカーのフォン2を見てみるとこういうのが広がっているので幹細胞が非常に増殖しているために、まあ、こういうようなメリシテムが大きくなっているんだというふうに考えられます。でこれを、まあ、オーバーエクスプレッションとかなんかで確かめてやったっけ、ゆっくりやると弾けないと、まあ、こういう形で白いナザで提案されている負の制御系のクラバータ3クラバータ1というものがイネではフォン2フォン1という形で、制御系が負の制御系が保存されているということが分かりました。でただですね違いは白いナザの場合は頸腸とか鼻とか下腸、まあ、この全てのメリシテムで表現型が強く出るんですけどもイネでは鼻で強く出て他ではあまり大きく分からなかった、当時の解析で分からなかったということで他のメリシテムでも制御系があるんじゃないかということで須崎君が一生懸命やってくれて、頸腸メリシテムでは FCP1、FCP2 っていうのが、フォン2に相当するフグの制御因子であり、もう一つフォス1というものが、頸腸とか鼻メリシテムに共通する負の制御因子だということを明らかにしてくれました。で実にこれ研究してくれた今司会をやってくれた津崎君なんですけども、ドクター5年間あ4年生を受けて6年間の間に、まあ、一粒子に4歩を書いて、まあ、うちの中でも一番の記録になっています。でこの発表をした時に、なぜ稲はそんなに複雑なんだということを白井の人が聞かれたんですけども、それは自然界の掟だからというそういうような感じで言ったんですけど、実はその後白いナザの方でもリセプターが新たに見つかり、またシグナル分子の方も見つかり、だんだん複雑になってきています。決して稲が特別ではなくて白いナザで我々の時よりもにはまだ見つかってなかったというそれだけの話だと思います。でそうすると次に問題になるのは性の制御因子ですね。これは何か白いナザではブッシェルになりますけどもです。でこれはブッシェルのあるフォックス遺伝子ファミリーなんですけど、このブッシェルの完全なオーソルとタブ1というのは、実は、メリシテムの幹細胞の制御には、頸腸メリシテムの制御にかかっていないということが後で分かりました。で、そのところで調べて、我々がターゲットにやったのがウォックス4の白いナザの福田先生たちが研究している異観測幹細胞の性の制御因子であるボックス4にのオーソル、これではないかということを、いろんな状況証拠から、確かめることができました。でこの研究を、ドクターを取った大森君がやってくれまして、ボックス4の発言を見てみるとちゃんと頸腸メリシテムで出ている、まあ、でも出てますけども、でこれを、まあ、当時まだミュータントを簡単に取れなかったんで、
RNA 再リンシングを行う。ただこれで RNA 再リンシングが起こったら何もわからないので、条件的に、誘導して RNA 再リンシングを行うという経緯を大森君が2年ぐらいかけて作ってくれました。でその結果、誘導的に再リンシングを行う と、こういう葉の成長が悪くなっているというのが分かりますけれども、まあ、中を見てみるとメリステムが完全に異常になっている。OX4 の、RNA 再リンシングを行うと未分化細胞のマーカーである OSH1 が発現が非常に低下してしまいますし、幹細胞のマーカーの FON2 は消失してしまいます。ということで、幹細胞を維持するためには OX4 が非常に大事なんだということを大森君が明らかにしてくれました。これ結構かかった実験です。すいません、1枚だけになってしまいますけども、まあ、こういう。で、まあ、こういう形で OX4 が頸腸メリステムの性の遷移因子で、これが、まあ、前半部分 の、 黄金時代です、今までいろいろ登場しましたけど、まだ田中さんがまだこういうイケイケの格好をしている当時です。で次に、その田中さんの研究ですけども、じゃあブッシェルのオーソルでは多分は何かっていうことなんですけども、実はこれは稲にとって非常に大事な働きをしているってことが分かりました。で種をまくとこの1個ずつの個体なんですけども、出水、まあ、穂が出てくる直前になるとこういうふうにたくさんの個体がなってくるわけですね。一見個体になってくる。これ実は水面下で、枝作りブランチングが行われているわけです。でこのタブ1というのミュータントは種をまくとすくすくと育ちますけれども全くブランチングができません。で90に至っても全然ブランチはできていない。でこれを大森君がタブ1のミュータントを管理して田中さんに引き渡してくれたんですけども、田中さんがこう丹念にやってみると、まあ、こういうふうに、葉っぱと葉っぱの間に液芽という芽ができて、ここからブランチが起こるわけですね。でここ丁寧に見ていくとタブ1変異体ではこの液芽形成がいろんなところで止まっているっていうのが分かります。で発現を見てみるとタブ1っていうのはごく初期、まだ液芽が出る前の細胞がちょっと盛り上がった程度のところに出てくるのが分かります。でこの時の幹細胞のマーカーを見てみると、まあ、タブ1の発現とほぼ同時期にこうやって出てきて確立した液芽メリステムで出てきます。でところがタブ1変異体ではこの幹細胞のが全く出て作られてないっていうことが分かりました。ですのでタブ1は幹細胞の維持に必要だ、液芽形成過程という非常に狭い、ディベロップメンタルウィンドウの幹細胞の維持に必要だろうというふうに分かってということが分かってきました。でもう一つ面白いのは、完成した液芽メリステムではタブ1は消えちゃうんですね。でその代わり先ほど言った OX4 が出てくるわけです。で完成した液芽っていうのは次のブランチの傾聴メリステムになりますので、先ほど の、 結果とよく合ってるわけです。で、まあ、こういうユニークな液芽形成過程の幹細胞の維持ということにユニークな制御機構があるということが分かってきました。でさらに田中さんが調べたのはこのタブ1の負に制御因子するのが FON2 であるということを見つけてくれました。でこの FON2 っていうのはいわゆる花メリステムの負の制御因子ですので、まあ、液芽過程でも関わっています。そして、OX4 が入れ替わるようになってくるという形で、まあ、こういうそれぞれ独立したメリステムの役者が、ところどころでこの液芽形成過程に、関わってきて大事な働きをしているということになります、うん、まあこれ皆さんご存知の田中かなり若い時です。で先ほど、まあ、稲の特殊性っていうお話をしましたけども、田植えというのが大事な行事です。で、まあ、こういう形で田植えをするんですけども、こういうふうにこれ全部系統名を書いたものです。遺伝学をやってるのでこれ一個でもずれたらもう全員がアウトになるんで非常に慎重にやらなきゃいけないんですけども、まあ、そこの慎重にやるってことを除けば田植え自身は結構楽しいイベントかなと思っていて、まあ、こういう風景ですね。雨の日にやったこともありますし、まあ、こういうひょうきんな人もいますし、で、ありがたかった、こうだんだん研究が活発になってくると、
最盛期では2万個体ぐらい栽培したんじゃないかと思うんですけども、1日で田植えが終わらないんですけども、まあ、いろんな研究室の人が手伝いに来てくれて発生犬とか、塚谷犬とか、まあ、イギリスからも来てくれた人もいますけれども、まあ、こういう方もいらっしゃいます。で、まあ、こういう方に手伝っていただいて、これ一番多かった時かな、お手伝いが。で、楽しいのは、まあ、クソマスの飲み会ですけれども、初期には川口大先生なんかが手伝ってくれたこともあります。で、これ私の研究室のユニフォーム T シャツなんですけども、この、2つあって、ゼッケンにノービンというムーミンを模したマスコット、これうちのマスコットキャラクターです。ノービンっていうのを背中に背負っていて、で胸には、我々の論文が表紙に採用とされたものを作って、まあ、これが我々の、ユニフォームになります。それからですね、これ田植えの写真、油絵風になったものがあるんですけども、これ実はですね、2年前に祝賀会で記念品として私にがいただくはずのものでした。残念ながら祝賀会、中止になってしまいましたので、研究室のメンバーからいただきましたけれども、本当に皆さんありがとうございました。この記念品代を除いて皆さんには入金していた方々には返金したと思います。本当にありがとうございました。まあ、これは私にとって非常に宝物であります。で、最後にあと2つあります。ちょっと、オーバーさせてもらいますけども、葉の発生研究で、これ大森君のドクター論文なんですけども、稲の葉には稚緑という構造があって、これが稲科のようなこの薄い葉がちゃんと直立するために必要な構造なんですね。で、切片つってるっていうのはこういう感じなんですけど、ところが DL ではそれが作られなくなってしまいます。でその理由っていうのは何かっていうと、この葉の中央部分の葉の厚み方向が DL 変態では起こらない。で、ちょうどそこのところで DL がワイルドタイプで発現しているということが分かります。で、これは山口君の最初の論文にも書いてあるんですけども、大森君が丁寧にやってくれて、細胞分裂を促進することによって中緑形成が制御されるということ、して発現量によって中緑のサイズが影響を受けるということが分かってきました。まあ、これ確実になってきました。で、DL というのは先ほど言ったこの花に、がホメオティクに変化するものなんですけども、2つの表現型を持っているわけですね。で、大森君の本来与えたテーマというのは、2つのところで発現を制御する、そういう領域を同定、指数エレメントを同定してほしい、あるいはエンハンサーを同定してほしいってことだったんですけども、分かったことは、第一イントロと第二イントロが非常に大事な働きをしているってことがあって、これに、まあ、これだけ長いプロモーター領域があって初めて治癒力特異的に発現するっていうことが分かりました。ただ残念ながらこの中には花で発現するための制御領域っていうことは含まれていませんでした。で、論文書くにあたってはもうちょっと付加価値つけようと思う国に行って、この DL の発現を増強したらどうかということを考えていました。で、DL っていうのは転写因子ですので、ウイルスの VP16 という強い転写ドメイン、強い活性化ドメインをつけてみます。で、それによって DL の機能が増強するかどうか見てみると、実際に葉が立つわけですね。で、調べてみると、中緑部分が太くなって細胞増殖が促進するってことが分かりました。まあ、これによって、最初に山口君が仮定した細胞増殖を制御し促進することによって中緑形成されている、さらに確認されたわけですし、まあ、これ直立するっていうのは農業的に意味があって、少ない栽培面積でできますし、上の上位の葉が下の、葉の光合成を邪魔しないっていうメリットもあって。まあ、就労調査までしたんですけども、まあ、そこに関してはなかなか1回だけだったんで、うまく韓国まで行って就労調査しました。トランジェニックを栽培できるので、だけど残念ながらそこはうまくいってませんが、まあ、こういう、ユニークな研究を大森君がやってくれました。そして葉の関わる遺伝子の、次の研究はまたウォックス4に戻ります。で、ウォックス4は葉っぱでも発現してますし、特に異観測の予定領域で発現してるんですね。で、福田先生の研究でシロニナンザでは、異観測形成にウォックス4、異観測幹細胞の維持にウォックス4が大事だということが分かっているので、葉でも何か
役割を果たしているんじゃないかなというふうに考えました。でこれ京都大学で白井灘で学位を取った安井さん、お酒の好きな安井さんがわざわざ伊根へ転校してくれて、研究してくれました、まあ、この時は私の還暦の時なので、上品にシャンパンを飲んでいますけど、で最初からこれボックスの発言抑制を行うわけですね。大森君が開発した経緯を使って葉の発生を見てみようということにしました。で最初からやってしまうと非常に葉は強い影響を受けてしまう。でまあ、いろいろ工夫して、例えば3時間だけ、ボックスの発言を低下させて5日後に見るとか、まあ、いろんな工夫をしながら、調べてくれました。でそうすると、ボックス4の発言を抑制すると、こういうふうに同管と主管、木部支部ができるのが全然できなくなってしまいますし、木部のマーカーである PHB3 は発言がなくなってしまいます。それから中緑の形成時期にも影響があって、中緑のこの厚み方向 の厚みがなくなってしまって、細胞の分裂が抑制されているということが分かります。でいろいろ調べてもらった結果、単に胃管束の形成だけではなくて、こういうように、細胞分裂一般にいろいろの影響を与えている、葉の発生初期、葉の中で細胞が分化する、初期の分化と初期の増殖をしていく中で非常に大事な働きをする、マスターレギュレーターであるということが分かってきました。ちょっとこれ白根田と比較したんですけども、ちょっとこれは割愛させていただきます。で次に葉の研究では、こういう歪性でしかも葉が細くなるっていう変異体の研究をしました。 DSL1 という名を付けたんですけども、これ多面的な表現型が出ていて、葉のサイズ、縦方向のサイズですね、だけじゃなくて幅の胃管束の数、胃管束のサイズ、それから、切管身長、茎の長さで、まあ、そういったものが、あらゆるところに影響があるということが分かりました。でしかも、セルサイクルに大事な、マーカーの発現を見てみると、まあ、発現が落ちている、まあ、いろんな多面的な影響を与えるということが分かったんですけども、まあ、クローニングしてみるとその理由が分かってきて、ヒストの脱アセチル化酵素、これをコードしていることが分かりました。エピジェネティックな制御が、損なわれたおかげで、まあ、これだけの、影響が起こるんだということが分かってきました。この研究をやったのが、久保さんですね。現在農水省で行政職のについています。でもう一つは葉の発生をやったんですけども、これはこういうふうに葉が細くなるんですけども、実はこの葉が細くなるのは葉の発生の後期になって表現が出てくる。初めのうちは全然変わらないんです。でしかもこういう中間的なところを経て後期に葉が細くなる。こういう非常にユニークな、表現型を示す変異体です。で、軌道細胞という、これは葉を平面に保つのに必要で、水分がなくなく、ここから水分がなくなってしまうと葉が丸まってしまいます。それに葉が平面的に保つのに必要で大事な器官なんですけども、まあ、これがの成長が悪いで、結果十分水分があってもこういう丸まってしまっています。でこういう、時期特異的に表現がでかさが出る、まあそういうの異形陽性って言うんですけども、これミュータントになって初めて異形陽性が出てくる、まあ、隠れた異形陽性を示す、変異体です。でこれを松本さんクローニングしたんですけども、エロンゲーターコンプレックスという、まあ、コンプレックスのラージサブユニットをコードしていることが分かりました。でこの、レンゲーターコンプレックスというのは動物とかなんかで非常によく研究されているんですけど、非常に分子的には多様な機能が持っています。転写伸長、それから転写制御、翻訳制御、それからエンド再生、まあ、いろんな多機能なものを持っているんですけども、まあ、こういうものがこの非常に特異的な葉の形態形成に、時期特異的な葉の形態形成に大事だということが分かっていました。でトランスクリプトを解析をして、まあ、こういうことになる、起因子が見つからないかなとやったんですけど、それは残念ながら見つかりませんでした。ただし面白いことが分かっていて、イビシン分解系の SCF コンプレックスとか分子非食プロテインの分子アップルとか、そういうものが軒並みに上がってるんですね。この特異的な、
あの後期だけの幼元期だけで。ということはこの時期になんかタンパク質がの品質が低下するようなことがあって、それが表現型につながってるんではないかというふうに考えています。でこれも面白くて、まあ、もう少し時間があれば追求したいところなんですけども、まあ、最後の最後、私の定年退官と同時にドクターを取った松本さんがやってくれたので、これはまあ残念ながら今は進めることはできませんでした。でこれが後半部分の黄金期の写真です。これにもう一人池田君というのがいるんですけども、前半と後半で実は田中さんが前半での黄金期の初期にまだ幼かった頃にが、田中さんがその幼かった田中さんがドクターを取ってから次のドクターを取った、鈴木さんたちが取るまで実に9年間間がいるんですね。つまりドクターがいない時期がゼロだった時期が 4,5 年間あって、まあ、その間を、鳥羽君とか大森君とか田中さんがポストドクとして埋めてくれたんですけども、でこれが第2期応援から応援ができました。その理由は何かというと、生物学科の完全合同というのが、その契機になっています。それまで前までは動物コース植物コースになったけど、その後で、完全合同って AKBK っていうふうになりました。で我々進化多様性っていて直接、植物学コースとは関わっていない講座にいたので、なかなか内部から大学院生来てくれなかったんですけども、それが取り払われたおかげで第1期生が池田君で、第2期生が久保さん、鈴木さん、伊杉山君です。でそのおかげで、まあ、後半部分も僕も研究を楽しむことができました。本当にありがとうございました。うち研究室を選んでくれて。で最後、ちょっと長くてもったって申し訳ありませんけども、まあ後がいないからやらせてもらいます。それで、これまで別々の話としてきました花の形とか果樹の形態形成とメリシズムが密接に関係してきたという話を最後にさせてもらいます。でこれ前期黄金時代の一人の吉田さんがやった仕事なんですけれども、ASP1 というミュータントでは穂が非常に異常になって、小水の形も異常になります。で、まあ、こういう小水とか穂の形に、ね、大事な働きをしているんだろうというふうに考えてやったんですけども、実はメリシズムにも部分的に影響を与えるということが分かっていました。で実はこれ吉田さんがクローニングしてくると、これ転写コリプレッサーを行動しているということが分かりました。で種類などはトップスといっていろんな場面で登場する転写コリプレッサーで、発生には非常に大事な働きをしているものです。でこれは花と果樹に関わる形態形成に関わるというふうに思ってたんですけども、これの新たな役割を明らかにしてくれたのが先ほど言った鈴木千恵さんで、鈴木さんは、これが、幹細胞維持の甲状腺の維持に大事な働きをしているということが分かったを見つけてくれました。経緯を言うと、実はFON2 を更新する遺伝的変異エンハンサー、遺伝的エンハンサーを取ろうというふうに考えてミュータントをスクリーニングしました。でそれを何年もかかってスクリーニングして、まあ、いくつか絞ったんですけど、そのうちの一つを調べてエンハンス、花の気管数がより増えるという変異体を管理してきて、その増えるという第二の変異を同定した、鈴木さんが同定してくれたならば、それが ASP1 だったわけですね。で別々の単独ミュータントを交配しても、花の表現型は更新しました。で、一番顕著に現れるのがこの穂です。こういうふうに穂軸が二叉分岐するような形をしています。でそれをの発生を遡って見てみると、これ果樹メリシテムからこれ穂は出てきてる、果樹ができてくるんですけども、 ASP1 はワイルドガータイプとかありません。 FON2 はやや大きくなってるんですけども、このダブルミュータンではそれが非常に大きくなってしまう。でしかもこうメリシテムが2つに割れてしまっているものがある。で これがこの穂軸が二叉分岐するという、原因じゃないかというふうに考えました。ということでこれを手がかりにすると、幹細胞維持の甲状腺に関わるいろんな因子が同定できるかなと思ってトランスクリプトもやったんですけど、残念ながらこれというような因子は残念ながら出てきませんでした。でも鈴木さんが非常にいろんなことを勉強してセマンティックシミュラリティアナリシスというものを見つけてくれて、鈴木さんが解析していたところ、
コーリプレッサーとしての ASP1 とフォンシグナリングその両が制御する遺伝子群の機能 5タームが非常によく似ているっていうことを、調べ明らかにしてくれました。でじゃあこれ何を意味するか生物的な意味を考えてみるとフォン2っていうのは負の制御因子ですけど完全に抑えるまではいってなくて微妙に抑えてるわけですね。幹細胞が多すぎたらば抑えるし減ったらば自分自身の発現が減って幹細胞が元通りになるファインチューニング微調整を行ってるわけです。でこのフォンシグナリングの下流で多分たくさんいろいろな遺伝子があるだろうと。で ASP1 はその下流の遺伝子を適度に抑制している。この適度に抑制することによってフォンシグナリングがこう微調整するそういう場を作ってるんじゃないかとそういうふうに考えました。でまあそういう形で穂とか、小水の形態異常を、に関わる遺伝子っていうのが、幹細胞維持においても、大事な働きをしていくことが分かってきました。でもう一つ箇所に関わる話です。で箇所に関わる話はですけれどもこのブランチですねブランチの出てくるパターンワイルドタイプは螺旋型なんですね。それに対して RI という突然変異体は輪生っぽくなる完全輪生的、まあ、偽輪生というふうに呼んでますけれどもこういう状態になります。でこれをの原遺伝子を単にするとベル1型のホメオドメイン転写因子であることが分かります。で白いのだとペニーワイズとかベルリンガという名前がついてるんですけどもこの遺伝子っていうのは STM なんかとヘテロダイマーを作って、メリステムをの未分化性を制御するのに非常に大事な働きをしているということが分かっています。じゃあなんでこの遺伝子がこのブランチパターンに関わるのかっていうと、発生をまた遡って見てみると RI ではこのメリステムの多分活性がやや弱くなっていると思うんだと思うんですけど過剰メリのこのブランチメリステムの、形成パターンが乱れてくるんですね。きちっとした解度でものが解度が乱れるし、タイミングもずれてくる、まあ、それによって、一見こういう偽輪性になるんだろうということが分かってきました。RI遺伝子やブランチメリステムの開始順序や角度を制御することによって過剰パターンの形成に関与しているというのが結論なんですけども、まあ、この研究をやってくれたのは池田君です。で池田君科目でめったに笑わないんですけども、まあ、こういう素敵な笑顔になる時もあります。 なぜマヨネーズを持っているのか今分かります。で最後になりました。オーバーしてて申し訳ない。最後本当に最後になりましたけども、多分オンラインでも見ていただいていると思うんですけども、山口君の後輩で原田君石川君高村君っていうのが、山内君が見つけたヤビーファミリーのをついで研究してくれた。原田君はヤビーファミリー全体を、キャラクターで作って石川君は DL の、稲ではなくて小麦とか稲科の DL の研究をやってくれて高丸君はヤビー1の発言を丁寧に解説してくれました。でみんなヤビーのことを やってくれたので今ヤビーがどういう状況になっているかっていうのを最後にお話ししたいと思います。でこういう突然変異手がかりはこういう突然変異になってる。で、まあ、彼らは一生懸命やってくれたんですけど明快な答えが出なかったのはミュータントが取れなかったからなんですね。で鳥羽君が RNA サイレンシングやってくれたんですけどもなかなか明確な答えが出る。でやっぱりミュータントが必要だなんですけども、実は全く関係ないところから解決されました。でこういうこれ変な小水の形態ものもものがあります。この場合内影と外影が分かれてなくて完全に融合してしまって一つの秩序になってます。この場合はこの融合した小水にプラス、2つ目の小水が出てきてこういうものが出てくるんですね。でこれ、こういうとんがり帽子に似てるっていうことで田中さんがとんがり帽子っていうミュータント名をつけてくれました。でこれ田中さんがポジショナルクローニングで遺伝子を同定したらば実にヤビー5で あったということが分かったわけです。で、ということで、このヤビー今まで
明快な答えが得られなかったんですけれども、飛ぶという命名したヤビ5というのは、こういう小水形態をの制御にかかっているということが分かりました。で、発生さかのぼるとこの場合メリシテムがやっぱり異常になったわけですね。で、このメリシテムの異常っていうのが最終的な異常の形態につながっていると思います。ただ今までのメリシテムで機能する遺伝子と違うのは、これはメリシテムで発現していないんですね。で、そうじゃなくて促成器官、この場合は蛾影と内影の原理で発現している。ですので、この飛ぶヤビ5というのは、メリシテムの活性に関わるけれども、細胞比率的に関わっている。多分何かのシグナルの生成に関わっているのではないかというふうに書かれている。まあ、種類などでも同じような結論が出て、結果が出ているんですけども、タンパク質は移動していないということが分かっているので、多分何かのシグナルの生成に関わっているのではないかというふうに考えています。で、先ほどの系統樹から分かるように、ヤビ5にはヤビ3とヤビ4という非常に近い遺伝子がある。で、それを田中さんが次に解析しました。で、この時点はちょっとまだミュータント取れないので RNA サイレンシングします。トブ1のミュータントの中で、トブ2とかトブ3って名付けた3とか4のヤビの発現を低下させると、やはりトブ1の表現がエンハンスされて、で、2つをサイレンシングさせる。そうするともう本当に小数ができなくて、ブランチだけになってしまう。で、ブランチの数も減るっていうことが分かります。で、この場合も、メリシテムのパターンがおかしくなってきて、メリシテムでは発現してなくて、脇の器官で発現しているってことが分かりました。で、まあ、このような結果から、トブ1、トブ2、トブ3っていうのは、促成器官あるいは包容で発現して、各種メリシテムの活性を細胞非自律的に制御しているというふうに考える。まあ、こういう形で、まあ、農学部の時には解決できなかった問題も、解決できるようになってきました。大幅に時間超過して申し訳ありませんけれども、まあ、こういった研究をやってできたのは、まあ、ここに挙げた学生の皆さん、ポスドクの皆さんのおかげです。それから、技術補佐員としてサポートしてくれた大沢さん、沖さん、高橋さんにも感謝したいと思います。それからちょっと照れくさくて言いにくいんですけども、家族、僕はもう本当に家のことは何もやらずに研究に専念できたのは妻たちのおかげだと思って、妻のたった2人の妻がいないんで家内のおかげだと思って、それからすくすくと あまり心配もせずに成長してくれた娘にも感謝したいと思います。最後ちょっと振り返ってみて、まあ、本当に研究っていうのは楽しいんだなということ、そして研究者 と付き合っていくのは楽しいし、また学生さんたちとも非常に楽しい時を過ごすことができました。まあ、苦しいことがありましたけど、やっぱりこの道を選んでよかったと思いますし、無事定年退職を迎えられた日が来れたのを、嬉しく思っています。で、皆さん本当にどうもありがとうございました。それから最後現在なんですけども、今サイエンスライターを目指して、本の執筆なんかをやってます。今原稿を書き終わって、遺伝学の歴史と原稿を書き上がって、メンデルの生誕200周年ですので、まあ、なんとか今年中には中高新書として出版したいというふうに思っております。まあ、こういうことを生きがいにして、まあ、これから生活していこうと思います。本当に今日は皆さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。
皆さんどうもありがとうございました。すいません、時間結構超過しちゃいますが、非常に楽しく話をさせていただきました。ありがとうございました。それではこれをもちまして東京大学平野博之先生の最終講義を閉会。